よろしくお願いします。お客様にご案内いたします。どうぞ非常にご注目ください。声を出しての応援が不要という方ですね。声を出しての応援はできませんのであらかじめご了承ください。ご来場の皆様にお願いいたします。マスクの着用はご感染のルールとなっておりますのでご着用いただきますようお願いいたします。本日は試合終了後に規制退場を行います。試合終了後順次タイムの案内をさせていただきます。ご協力をお願いいたします。新型コロナウイルス接触確認アプリご存知ですか？スマホの自動で人との接触を機会にご協力をお願いいたします。感染した人が情報提供を鼻までたらつけていただきますよう、ご協力をお願いいたします。感染者と接触の可能性があったことと、今後取るべき行動について教えてくれるんです。そうしたら会話をおやめいただきようお願いいたします。マスク外してる時の会話ですね、ぜひご利用ください。ご協力をお願いいたします。詳しくは一度でお知らせいたします。本日は応援はできませんのであらかじめご了承ください。お店で声を出しての応援はできません。応援という形で不要にマスクを外すのみの応援でご協力をお願いいたします。ご自身の座席です。不要にマスクのみの応援となります。あらかじめご了承ください。座ったままの応援にご理解ご協力よろしくお願いいたします。東京ドームの構造上、設備の故障の原因となる恐れがありますので、ジェット風船を飛ばさないようお願いいたします。東京ドーム場内でも、許可なき営業行為は禁止されています。お願いいたします。試合中フェンスの内側やグラウンド内に身を乗り出したり手を出したりする行為は決してなさらないでください。試合進行の妨げになるばかりでなく妨害行為と認められますとご退場いただくこともございます。また転落などの大きな事故につながることがありますので絶対におやめください。選手がフェアプレーに専念できる野球場を守るため試合観戦契約約款を設け暴力団と悪質応援団の排除に取り組んでいます。ファンの皆様のご理解ご協力を。皆様本日はご来場くださいましてありがとうございます。ただいまバッティング練習を行っております。ボールが観客席に飛んでいくこと十分ご注意の上ご覧ください。ボールが飛んでいきますと近くの係員が上を吹いてお知らせいたしますのでお怪我のないようにお願いいたします。特に1回最後までお確かめください。また折れたバットが飛んでいくこともございますので打球やエキサイトシートのお客様にお願いいたします。バッティング練習お客様にお願いいたします。携帯電話で緊急地震速報を受信されましたらその場を動かず